も美容師チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、やってまいりました、国産ウイスキー飲もう研究会。イエーイ。なんか微妙が高すんでバクるなよ。はい、国産ウイスキーですよ。はい、今日の国産ウイスキーはこちら、アロハナナンバー2赤ワインカスクフィニッシュ。はい、ということでね、長浜シリーズでございます。アロハナ、僕これ飲みたかったけど買うのは勇気がいるシリーズ。勇気っていうとちょっとさ、なんかいろいろあれですよ。小遣いが少ないもんで。でもベースがナンバーワンで、うん、はいはいはい、それに赤ワインフィニッシュと、この赤ワインが結構クセモノなんですよ、意外とね。でその赤ワインもね、多分何かってところでね、うん、あれですよ、一応レッドワインウッドフィニッシュって書かされてまして、はい、テイスティングノートとしては、うん、レーズンやベリーといった赤ワイン由来の味、いやいや、モルティーさが絶妙に調和、うん、であとオレンジピールとか、なんかそんなような感じみたいですよ。はいはいはい、でも結構あれがなんか結構柑橘系っていうかフレッシュ寄りなのね。はい、ということでアロハナナンバー2、レッドワインウッドフィニッシュ入れていきたいと思います。いただきます。えいや、あ、違うコルク。あ、でもこんなんだっけ、やっこいやつだっけ。いや、ちょっとコルクまで覚えてないですね。カチコチのコルクじゃないっけ、違うか。はい、続きました。アロハナ、ぶっちゃけ飲みたかったこれ。はい、ぶっちゃけ飲みたかった。ただ買う勇気がなかった。レビューが少なすぎるんで。あ、そうなんだ。うん、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあいただきます。おい、香りからいただきます。おい、あら、綺麗な樽の香りに。プラムって書いてありますよ。うん、ま、やっぱしですね、今ですよ、ウイスキーライフさんのホームページを見させていただいてますので、うん、たくさん情報が書いてあります。それはそうだろう。そうだろう。なかなか見ないぐらいきっちり書いてありますね。プラムな、プラムか。あとはね、ガバ。あ、それ正解だ。それは出なかった。ガバじゃなくてギャバ。ガバって書いてある。違う、ガバね、ギャバだよ、ギャバ、ね、オレンジの皮、タンジェリン、干し草、ユーカリ、クローブ、ナツメグ、アーモンド、ココナッツ、ビスケット、モルト、ジャガイモと。ほう、ジャガイモか。いきましょう。よし、行こう。ジャガイモな、ジャガイモな。今まで飲んだことないウイスキーの味するんですけど、これすげえな、まとまってね。赤ワインカスク作ったのにうるさくねえって、これすごくねえか。もっと担任感あると思った。ジャガイモっていうかでんぷん感が、いや、でんぷん感あるよな、うん、ザラッとした、あのポトフとか、なポトフじゃねえ、あの、わかるわかる、わかる、スープのね、スープとか、あの、例えばあのコンポタージュ、コンソメとかや、コンポタージュとか、あの野菜が溶け込んだの、わかるわかる、こういうペースト状のやつ。え、だから余韻の感じはずっとコンソメなんだよね。これでシチューとか作ったらうめんじゃねえか。ワイン感はほとんど感じないんですよね。うん、うまみが強いというかね。うまみはかなりうまい。キノコ汁みたいなうまさもあるのかな。あ、キノコね、うん、確かに。癖の弱い、だから椎茸とかじゃなくて舞茸とかあっち系の、あんまり匂いが、まあ、というか強い、なんか匂いっていうか、そのキノコで出汁を取ったスープみたいな。うん、フルーツ感もだからどうしてもちょっとそっちの旨味が強くて。いや、これうまいぞ。はい、ロック、まあ、ロックいこう。行くの、行く。はい、ということでアロハナナンバー2ロック行ってみましょう。なんか色変わったね。色変わった、なんか泡、なんか、うん、なった、褐色系、赤くなったね、うん、あ、フルーティー感出たね。赤ワイン感出た、出た、うん、あ、ポリフェノール感って言ったらいいのかな、ザクロのような。でもなんかベリーだよね。うん、その、割と僕はザクロだと思った、全部まとめて。
このベリーって言うといろんななんじゃん、青から赤までみたいな。だったらザクロの方がいいかな。そうか、でもなんかそのオレンジピールとかさ、うん、ああいうの出てきたね。うんうんうん、サングリアだっけ、お酒でなんかあるワインね、あるフリーズやるやつ、あんな感じがする。ああ、穀物感が少し収まったね。おっ、チョコレートも出てきた。飲んでる時より余韻の方が楽しい感じ、ね、楽しい、面白いね。なんか決して何かにこう特筆してるって感じではないんですけど、これね、俺これと天ぷら食いてえわ。天ぷら、うん、魚介系の天ぷら、エビ天とか。わかるかな。フライじゃねえんだよ。天ぷらの衣ダンチャねえかな。まあなんかわかんないですけどね。でも、まあでも、多分、穀物を前面に押してるから、そういうのに合うのかもしれないですね。ああ、なるほどね。うん、いや、でも意外とこのバター感も若干。湧いてきたな。わかる。その言い手のわかる。バターなのが、なんか舌にまとわりつく感じが出てきた、うん、まあ、クリーミー感だよね、うん、そこまで嫌じゃないというか、それも、うん、サングリアだな、もう本当これしかねえわ。はい、それではハイボールにしてみました。これね、今のところ僕大高評価。ちなみに47度あるので酔う。あー、なるほど。通りでちょっと軽快なわけだ、うん、じゃあいただきます。あれ、ちょっと和風だったな。でもストレートの時ちょっと旨味強かったからね。うん、なよ、じゃがいもを生でかじった時、んそんな経験ないわ、さすがに。死ぬ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 って。なんかちょっと半生なじゃがいも。あ、え、ちょっと待ってくれ。あー、はい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 、わかった。そっちじゃなくて、うん、菜の花。菜の花？菜の花のわさびあえみたいな。全然わさび感ないよ。いや、あのね、そう、ちょこっとなんだよ。からしあえとかちょこっとなんだけど、菜の花のおひたしみたいな。結構あの野花の、なんだろうな、苦さっていうか渋さっていうかなんだけど、フローラル感もあり、甘さもありの、あなたは若干ちょっと薄めのめんつゆかかってますやん、これっていう。そういうこと。はい、ということで皆様、アマハガンナンバー2は、うん、菜の花ということで。菜の花だね。そうですよ。美味しいことは間違いないです。ベラーメン、これベラーメン、しこたまメンはマジで。はい、ということで、はい、この動画が面白いと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとですね、店頭で買う場合ぜひ参考にしていただければなと思いますんで、バイ、また来週。